はい、今日のお店はこちら。ここはチャーハン専門店です。その名もチャーハン成建所。おお、満席ですね。ウーバーイーツもやってるみたいで忙しそう。メニューはこんな感じ。たくさん種類があるな。どうしようかな。豚キムチチャーハンにしようかな。よし、じゃあ食べていこう。おお、これは米がパラパラですね。すごく固めに米を炊き上げてるんですね。ここがギリギリ限界の硬さって感じです。これはもう確実にチャーハン専用に炊き上げた感じですね。とにかくパラパラとしか言えないですね。これは生まれて初めての食感ですね。味は正直豚キムチが甘すぎるなぁと個人的に思います。豚キムチが甘すぎてチャーハン全体に甘さが移ってしまってますね。甘いのが好きな方にはたまらないと思います。いや、しかし本当にパラパラですね。はい、食べてきました。本当に新食感のチャーハンでした。個人的に豚キムチが甘すぎたので、次回はシンプルに卵チャーハンを試してみたいですね。このお店は本当にチャーハンに一生懸命なのが伝わってきました。きっと日々切磋琢磨してはると思うので、1年後はさらにレベルアップしてそう。そして新メニューとかいろいろ出てきそうな予感がしますね。なんだか将来が楽しみなお店です。今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。